歌詞を書くとあなたの声を聞きたくなるのよネットで探せばきっと見つかるけど数字並み見たダメな真ん中バッドエンドのドラマ見たくないな過去への悪いのってそれも主観じゃんただ幸福のシーンだけ残しておいて固まった思考ロウソクのようにありがとうって今度は手紙を渡すんだ